チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのカワです。本日は皆さん、私とんでもないものを購入してまいりました。世界に一つ、こちらデュエルマスターズグランプリフィース優勝トロフィーでございます。しかもまさかのお値段50万円。でこのトロフィーを買ったね、もう一番大事な理由があるんですよ。私の相方下川の弱い方しも予選落ち、一回も本戦すら上がったことない。で毎回大会出るとき本人の口から、まあ一旦予選突破目指そうかな、とりあえず1勝しようかな、何勝しようかなみたいな甘いこと言ってるんですよ。次のグランプリ開催発表されましたね。そこに向けてこの優勝トロフィーを取りに行けと、ちょっとね激励したいなと思い、サプライズしていこうと思います。ついでにまた給料で買ってあげたときにしてあげたいなと思います。今月の給料、給料なら普通に渡してくれ。GP にトロフィーとかあったの？これ急なん…え？あ、岩崎さんがやっぱね、うちが優勝したってことでいいと思う。これ何、まず買えるわけ？どんぐらい価値があるかわからん。うちの給料で買えるぐらいってこと？どういうこと？ねえ。てなわけで今回は、相方の給料で令和のグランプリ優勝カップ勝手に買ってみたドキー。え、ちゃんと本物やで。グランプリフィフスの優勝カップトロフィー制していくわ。え、くや、トロフィーが存在する。はい、勝った。平崎さんから。平崎さんはグランプリフィフスは優勝してらっしゃらない。オークションサイトで勝った。え、一体いくらでしょう。で、うちの給料が買えるレベルってこと？え、これさ、優勝やから世界に1個しかないってことやな。20 50万。50、待って、買え、うちの給料そんな高くない。誤解させんの。また払ってな。普通に買え。いい、無理、買ってあげて。いや無理やって、もういるやん。今月ので無理やねんから。無理よそんな。スーパー食、そんなじゃない。まあでもこれ勝った理由はちゃんとあんのよ。ただこのドッキリするためじゃなくて、根本的な理由が次のグランプリ開催あるって発表されたよ。で毎回さ、グランプリ出るときさ、予選通過とりあえず一緒かなみたいなさ、そんな生半可な気持ちで出てない。優勝目指したことはさすがにない。ないっしょ。ない、一回もない。そういうところがダメかなと思ってさ、やっぱだから優勝カップを買ってこれを取りに行くっていう気持ちになってもらおうと思って。どう、ちょっと実感湧いた？わかん。いやでもそう聞いたらさ、50万じゃちょっと安い気もするよな。だからこの優勝カップ手に入れた方はこれを売って、だからまたデーマの活動資金にして次の優勝を目指すとかじゃない？賢いわ、普通にヤバいよ。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ここにあった。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。てかもう優勝とか以前にうちさ、もう予選すら通過できたことないんだよ。まあまずその前にエントリー戦争じゃない。頑張ろうな。まずそっか。優勝。